1年もあれば楽しいことや嬉しいことだけでなく、辛いことや苦しいこともあります。しかし今日を素敵な日にできれば、ネガティブなことも未来の自分が幸せになるための出来事に変わっていきます。だからこそ終わり良ければ全て良しなんです。ボートレース小島11年ぶりの年またぎ開催第48回岡山県モーターボート選手権大会、いよいよ予選のラストカード、そして2021年小島の総決算第12レース倉敷選抜です。1号艇には茅原祐希、2号艇には山本博久、3号艇には山本周一、4号艇大加瀬雅人、5号艇藤原啓志郎、6号艇宮野仁、以上6選手の対戦、12レース今年最後のレースとなります。人気の中心です。1号艇茅原インに座っています。2コースは2番人気2号艇の山本博久、センター3コース3号艇の山本周一、4コース下げて角1が4号艇の岡瀬、5コース5号艇の藤原啓志郎、サイアウト6号艇の宮野となりまして、進入スタイルは3対3の枠なり、角14コース4号艇の岡瀬、インには1号艇の茅原。スタートまで残り10秒となります。最終第12レース倉敷選抜、インコースから1番2番3番4番5番6番です。今スタートしました。スロー 3.0 台スタートは1号艇2号艇3号艇、全体的に速いスタート、一緒の1枠逃げる1号艇の茅原、2号艇山本博久、刺すまくっていくのが3号艇の山本周一、天下つく5号艇の藤原啓志郎、バックへと入りました。押し切った先頭1号艇の茅原、2番手の先頭は3号艇5号艇、最初は6号艇宮野、その後方2号艇の山本博久に4号艇の大加瀬、一緒にコーナーの世界スタートは正常でした。焦点2番手6号艇宮野が競りかける、5号艇の藤原相当行く、内枠ズバッと3号艇の山本周一、先頭は1号艇茅原の後方、2番手を打ち寄せて3号艇の山本、3番手5号艇の藤原、上段系は1番3番5番、レースは2周目と移っていきます。1マークのターンは先頭1号艇の茅原、2番手は3号艇の山本周一、3番手アウトマって5号艇の藤原啓志郎、バックへと入りました。先頭1号艇の茅原、2番手は3号艇の山本周一、3番手5号艇藤原啓志郎、その後方水がいて6号艇宮野、4号艇の岡瀬、最後方は2号艇の山本博さんです。レースは2周マークの旋回と向かっていきます。先頭1号艇茅原、2番手は3号艇の山本、3番手積んでかして5号艇の藤原啓志郎、上田系は1番3番5番で、レースはこれから3周目と移っていきます。誰もが今年こそと希望を持った2021年でしたが、終わってみれば今年も我慢の1年となりました。皆様にはいろいろとご不便をおかけいたしましたが、今年も変わらず温かいご支援をいただき、本当に本当にありがとうございました。来年こそはその時気づかなかった、気づけなかった当たり前だった風景に小さな幸せを感じる日がきっと訪れることを信じまして、来たる2022年がファンの皆様にとりまして充実した1年となりますよう心からお祈りいたしまして、どうぞ皆様良いお年をお迎えくださいませ。2021年最後を先頭1号艇茅原、2番手は3号艇の山本周一、3番手5号艇の藤原啓志郎、まもなくゴール、先頭1番茅原祐希ゴール、2着3番山本周一、3着5番の藤原ゴール、6番宮野、4番奥瀬、ラスト2番の山本博久ゴール、なお3連単13511.7倍です。以上小島第12レースでした。第12レースの確定です。1着1番、2着3番、3着5番、以上でございました。